しゃれ、家族の付き合い、上位、僕からも、この中で、我々が現実的に試合、了承してない、そういう目安の視点が積み上げられない、これを今の現状だと思いますし、選手を努力して、それからしっかりと前を向いて、それから一丸となって、戦っている中で、結果が出ないと思いますが、サッカーが、生み出してしまったスクールと、しっかりとサッカーに変えるということで、試合前は選手をお願いしました。次くらいのコーナーが上手なところがありましたけど、先制されて、パワーを持たなきゃいけない中で、みんなのパワーに向かってくれたと思いますし、直近、この試合の中で、次のゲームで、シュートするなったり、30メートル進入回数、プラグリーナー進入回数、そういう攻撃的なスタッフが対策に上回っている。まあ、じゃあなぜゲームが続いているのかというふうに、もう下手でこう、もう勝つことしかないということで、ゴールに向かう姿勢を、しっかり前半のハーフの、交代した選手中心に、生み出してくれたらいいかと思っています。まあ、最後、アーテイル、もしくは、こっちからの時間の方が広がり、たまには最新の戦い、そういうところで、やばらしい終わり方だったと思うんですけど、まあ、本来もつまらずに、俺たちに出会い、出産というチャンスがあったので、今年も生まれて、1点多く、それから次のところの攻撃を考えて、そしてもうゴールを奪えば、よかったら、まだ反省に、反省として、対策して、というところになっております。まあ、とはいえ、これこそ、64クラブ、試合のトーナメントに1ヶ月の勝ち上げて、次は別3時に、ここも勝ち上がって、また、新州ランで、実績は別と、ベスト1と、トーナメントに1ヶ月の勝ち上げますけど、そういう調整がないように、不安を立って、やっていきます。はい、ありがとうございました。すみません。いやー、もう、あれでしょうね。